カエルの王女様は2012年4月12日から6月21日まで富士テレビの木曜劇場枠で放送された日本のテレビドラマ主演は天海祐希。キャッチコピーは希望の歌を聴かせてあげるかつて日本ではミュージカルスターとして活躍した倉坂美代は単身ニューヨークでブロードウェイを目指すが全く開花せず 高校時代の恩師からの手紙を受けて帰郷する。そこで、ミオは、ママさんが師匠団、シャンソンズのコーチを務めることになる。落ちこぼれミュージカルスターが、いかにして故郷である、群馬県湯菓子の合唱団、シャンソンズを立て直そうとするかを描いていく。財政難にあえぐ、町の活気を取り戻すために、ミュージカルで町おこしをしようとするミオと、市長の娘で、保守的な思想を持つただ子が、 双方の考えの不一致で対立をする。番組はミュージカル仕立てになっているため、随所に昭和、平成を代表する名曲が挿入される。初回は15分拡大。演じた大島も10月17日が誕生日。大島も6分イヤーのウサギを飼っている。会心の一撃オフィシャルウェブ、カエルの王女様、ご視聴ありがとうございました。 2012年4月28日閲覧。オーコンスタイル、石井達也、天見勇気の元恋人役でドラマ初出演。2012年5月24日閲覧。全放送回と平均の出展。カエルの王女様、スポニチスパニッキーアネックス芸能。2012年6月22日。参照。ありがとうございます。